やってくださいね。よろしくお願いします。改めて都議会選 の、 意気込みと目標をお願いします。今度の都議選はコロナからどうやって命と暮らしを守るか、またオリンピックパラリンピックこのまま開催していいのか、これは問われる大変重要な選挙だと思います。まさに、都民の命暮らしがかかった選挙だと思います。日本共産党としては現有議席を必ず確保してさらに前進躍進したい、これは目標です。一番意識する政党っていうのは都民ファーか自民党、それはやはり自民党、公明党、都民ファースト、この3党が、小池都政の事実上の与党として、二人三脚で、今の政治を進めてきた。ですから自民、公明、都民ファースト VS 日本共産党と、これが対決構造だと思います。他の野党との協力については、これは立憲民主党さんと主に1人区、2人区、一部の3人区等々で、一定の候補者の調整を行ってきました。加藤さん、あれば。私県の方はですね、衆議院選挙に向けて、都議選非常に重要な選挙になると思うんですけれども、衆議院選挙と の、 その、位置づけについてお願いします。2つあると思いますね。1つはやはり菅政権に対する都民的審判の選挙になるということです。で、やはり今菅政権が行っている沖縄や学術会議に対する強権政治、あるいは政治と金の底知れない腐敗、こういうものに対してこんな政治を続けていていいのかという審判の場になってくる、これが一点です。ただもう一つはですね、そういう中で日本共産党を躍進することによって総選挙における市民と野党の共闘、これを成功させる一番の力になってくる。ぜひ躍進によってですね、共闘を成功させて、そして、総選挙では政権交代実現し、新しい政権を作ると、この道を開きたいと思っております。今ね、読売新聞、はい、だって国会議員大学総会で現状議席の確保に不利があるということをおっしゃっていましたが、現時点で全体の動向どのようにご覧になりますか。なかなか大接戦、大激戦です。どこでもで、2日前の決起集会を持ちまして、そこでも私報告しまして、現状は非常に全体を追い上げてきてますけど、なおですね、現有議席の確保に距離があるという判断を率直に出しました。ただ残るね、8日間の頑張りで、躍進することも可能だと。ですから現状はまだ届いていないけど、今8日間の頑張りで躍進も可能と、こういう状況にあると認識しております。委員長、赤木ファイルが公開されました。総理や麻生大臣の説明責任についてどのようにお考えになりますでしょうか。これはね、ああいう形で非常に、まさに、改ざんを指示された状況、それに反対していた状況がですね、生々しい形で出てきたわけですよ。ですからこれに法加盟するというのは到底許されるものではない。でまずですね、黒塗り部分がありますね。ですからそれを全部取ってですね、全面開示を求めます。それから、やはり国会での閉会中でのですね、徹底的な真相究明が必要です。ですからこれには当然総理も出席の上、きちんとした真相究明が必要になってくる。また関係の社の招致もその中でやっていく必要がある。これは2つ目。それから政府に対してはですね、再調査しないみたいなね、とんでもないことを言っておりますが、もうこれだけのものが出てきて法加盟することは許されません。第三者機関によってね、きちんとした再調査を行う、これは必要だということも言っておきたい。話変わるんですけど、事実してもらいますが、昨日ですね、宮内庁の西村長官が陛下のお国と拝察するとっていう表現でしたが、陛下が森から開催が感染拡大するんじゃないかというふうに思っているという発言をされました。陛下の政治との関係というのもありますが、この発言どのように受け止められたんでしょうか。これはね、日本国憲法の第4条で、天皇は国権に関する権能を有しないと
ということになってるわけですね。政治に関わらないということになってるわけですから、やはりそれをきちんと守っていくということが必要じゃないでしょうか。よろしいですか。はい、どうも。